栃木の佐野に来たら何食べたいって思う？そりゃ佐野ラーメンでしょ。ですよね。でも芋フライも食べてほしいんだよな。ラーメンの後に芋はきついっすよ。3時のおやつとかでさ。あれって美味しいの？これだよ。美味しいに決まってるじゃないか。だってソースべったりじゃん。パックの下の方なんてもっとすごいですよ。でも言うほどしょっぱくはない。なんで？ソースがいいのよ。ソースが特殊なソースな。主に3つのご当地ソースを使ってるお店が多いかな。店ごとに違うんだな。ソースはもちろんお店ごとにいろんな特徴があったりする。数的にはどれぐらいのお店があるの？専門店だけでも20以上、扱ってるお店も合わせれば50以上になるかもね。多いな。もともとは戦後佐野市近辺に多かった織物工場で働く人向けにリヤカーで売り歩いてたのが広まっていったのさ。そんな歴史があったとは。だからさ、佐野に来るときは昼佐野ラーメンを食べて3時のおやつに芋フライを食べてってよ。せっかく行くならそれぐらい食べてもいいけど。そんで帰りがけに新名物の黒唐揚げを買って家で晩ご飯のおかずにしてほしいわけ。佐野名物のオンパレードだな。あ、翌朝用に佐野名物桜アンパンも買ってって。いや、名物ありすぎだろ。